はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、美野健二です。さあ、本日の動画はこちら。スイッチ版のダービースタリオンがいよいよ発売決定ということで、コント発売ですね。で、ダービースタリオンなんですけれども、スイッチが出た当初から発売するソフトのリストにはあったんですけれども、まあ、ようやくっていう感じですよね。いつ出るのかな、いつ出るのかな、本当に出るのかな、開発ストップしたんじゃないかなっていう心配はあったんですけれども、ようやく出ますね。いやー、これはね、待ちに待ったっていう感じですよ。今、競馬ゲームといえばもうほとんどウィーニングポスト一強っていう感じなんで、まあ、それに、プラス、ダービースタリオン。まあ、ちょっとね、ウィーニングポストとは、毛色がね、若干違うんでね。ウィーニングポストは、競馬種を築いていく。自分だけのね、まあ、いろんな馬使って、競馬種を築いていくっていうのが、まあ、主な、プレイっていうか、なんですけれども、ダービースタリオンはどっちかっていうと、牧場経営っていうものが中心かな。一頭の繁殖牝馬から強い馬を作り上げていく。それに注視したって感じですね。なので、競走馬、産んだ競走馬一頭一頭に手塩にかけて育てていくっていうような感じですよね。ウィニングポストだと手塩にかけて育てていくっていう感じではね、ないんでね。で、そしてこちら、正当進化したダービースタリオンと、始まりは一頭の繁殖牝馬がいる小さな牧場、ここからあなたの競走馬オーナーとしての日々が始まります。配合を考えて競走馬を生産し、丹精込めて調教し、競馬場に送りましょう。勝利を目指して血統を向上させ、接戦を繰り返し、あなたの手で最高のサラブレッドを作り出してくださいと。シリーズでおなじみの血統や配合理論の奥深さはそのままに、レースシーンやサウンドなどのクオリティを大幅向上しました。コントレイルなど最新のライバルたちが待つ晴れ舞台で、愛馬の名前が実況されるのを聞きながら、ゴールを駆け抜ける瞬間を見届けるのは、まさに馬主体験そのものです。この冬、新しい競走馬育成ライフがあなたを待っていますと。そう、今度のダービースタリオン、音声実況が初搭載されました。これは大きいですよね。そして、まあ、映像も今までよりは進化したと。まあ、ウィーニングポストと違うところは、キャラクターがデフォルメされているところですかね。まあ、これ書いてあるようにシリーズ初の音声実況を対応と。実況は日経小塚歩アナウンサーが担当となってますと。で、ウィーニングポストと大きな違いですね。ファンファーレ本場版入場曲が JRA の楽曲をそのまま使用。これはね、違いますよね。ウィーニングポストはね、違うんでね。オリジナルのものなんでね。これは大きいですよ。そして2020年度の JRA レーシングプログラムに対応と。まあ、大阪杯とかホープクルステークス、近年 G1 に昇格したものが G1 になったりとか、まあ、あとは普通に新たに新設された重賞とか、あとは時期が変わった重賞とかもあるんで、その辺も対応してるっていうことですね。あと一勝クラスとかリステッド競争とか、そういうものにも対応してるようになってます。そしてもちろん種牡馬、繁殖牝馬、ライバル馬は最新データと。まあ、これはね、ウィーニングポストとは違う表示というかなってますよね。ダート適性、体質、気象、実績、底力、安定とかね。まあ、これによって産駒の傾向が違うのが出てくるよって感じですね。まあ、距離適性もウィーニングポストとは結構違いますよね。ステイゴールドだともうちょっと長めのになってるはずですしね。ダイワメジャー1400から1800か。もうちょっと距離適正というか長めのがいいんだけどね。せめて2000メートルまでとかね。なるほど、なるほど。ハーツくらいが1000ガチから3000と。へぇー。なるほど、なるほど。で、ダート適性が高いと、ダートの得意な馬も生まれやすいって感じですね。これを見ると、キングカメハメハとか、ストリートセンス、ニューヒューズとかね、そういうものになってますね。体質、ステイゴールド、さすが A ですね。
で、気象が悪くて C。で、安定。この安定っていうものは、産駒自体の安定ですね。安定が低ければ、まあ、ホームランか三振かみたいな感じ。大物か、そんな大したことがないみたいな感じの産駒が生まれるようになってますね。ステイゴールドだと、大ホームランみたいな産駒も埋めるようなこともあるかなっていう感じですよね。これを見ると。面白そうですね。いやー、ほんといろんな新しいね、種牡馬がいるんでね、いろんなこと試したいですね。そして種付け量、ディープインパクト4000パーン。ひえーって感じ。ひえーだよな。これ見ると、資金が1800万。多分2000万かな、最初。になると、種付け、ディープインパクトの種付けすらできないですね。だからこの辺は、安い種牡馬からつけてって、そう、お金稼いでいって、いい馬買ったりとかね。そういうことがありますよね。ウィーポーほどお金、資金に余裕がないっていうのがあるよね。普通にリアルに、倒産っていうのがね、よくあるんでね。ダビスタは。で、そして、ブリーダーズカップ。ですね。まあ、これはオンライン対戦って考えればいいですね。ただ、リアルタイムでの対戦っていうんじゃなくて、ブリーダーズカップにこの PC 登録、登録をして、それを全国のプレイヤーたちが登録した馬をダウンロードして、オリジナルレースを開催できるっていう感じですよね。これはね、ウィーニングポストもこういう形式にしてほしいんだけどね。いちいちパスワード入れるんじゃなくてね。めんどくさいもんね。なんでこういう風にしないのかなっていう感じですよね。これは対戦が熱くなりそうですね。楽しみだ。そして、初心者でも安心のサポート機能があると。競馬チャンネル、競馬用語辞典ミッションと。ありますね。いや、ほんと楽しみですね。まあ、倒産しないようにプレイしないとね。まずはね。で、あとバランス面ですね。結構昔のシリーズだと、よくね、予後不良になったりしてたんですよね。ちょっと予後不良になりすぎじゃねえかっていうぐらいの、だったんで、その辺はもう少し改善してほしいかなっていう感じですよね。まあ、例えば自分の例だと、1億超えの繁殖牝馬買って、一頭も産まずにね、死んじゃったことがあったんでね。さすがにそれは悲しかったんでね。せめてそういうことはないようにしてほしい。まあ、ウィーニングポストみたいに、年齢で引退とか、っていうことじゃなくても別にいいんで、まあ死んじゃってもいいんで、しょうがない。それはしょうがないんでね。ただ、頻度は減らしてほしいかなっていう感じ。まああとはバランスだよね。昔のダビスタ結構難しかったんで、まあダビスタ今買うってなると、まあ昔からこういうゲームが好きな人が買う人が多いと思うんですけれども、やっぱ初心者でもやりやすいようなバランス。そういう風にしてほしいかなーっていう気はするよね。まあもちろん簡単すぎるのもあれなんで、まあその辺のバランスっていうのは難しいですけどね。昔だとね、この種付け量無料っていうのね、馬もいたんですけどね。この作、ね、今作でもいるのかな？わかんないけど。まあ本当にまだ発表されたばっかりなんでね。まあそんなに情報を出すこともないと思うけれども。これ以上の情報が出てくるのかな？わかんないけどね。まあ、例えば、ダービースタリオン独自のスーパーホースとかね、ウィーニングポストみたいに。そういうのが出ても面白いかなとは思うんですけどね。ただ単純に、馬を生産していって強い馬を作っていくっていうだけじゃなくて、まあ、ちょっとしたお遊び要素とか、イベントとかもね、作ってくれるとより楽しめるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ウィーニングポストみたいに、ね、家計とかそういうものは別になくてもいいんですけれどもね、強い馬を作っていく。そして、ゆくゆくは凱旋門賞に挑戦。まあ、そういうのがね、ダービースタリオンの最終目標みたいな感じはあったんですけれどもね、どうなんですかね。あとは、ウィーニングポストだと、この種付け量って変動するじゃないですか。ダービースタって変動しないですよね、確かね。この辺も違うところかな。まあ、とりあえず、楽しみにして待ってましょうかね。いやー、本当に、これはいよいよですね。この JRA の楽曲がそのまま採用されると。ダビスタね、本当、
開発ね、止まってなくてよかったですね。いつになったら出るのか、開発中止とかなってんじゃないかっていう、疑問もあったけれども、きちんと発売されるっていうことでね。で、これがちゃんとね、シリーズ化。これだけで終わるんじゃなくて、今後もね、新しいね、ダビスタ、新しいデータを搭載したダビスタがね、出るようにね、ちゃんと買わないといけないですよね。はい、それではね、今回の動画ここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価などよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。